はい、皆様こんにちは、竹千代です。システム手帳が来ましたということで、まあ皆様ね、もうダヴィンチ言うたら私が何の英語サイズの手帳を買ったかっていうのはもうわかると思うんですけれども、まあ、一応ね開封していきたいなと思います。よし、オッケー、オッケー。でね、あのね、ごめん、開封する前にさ、もうすでにね箱が重い、めちゃくちゃ重い。変な音出た。受ける。よし、開けていくぞ。もう見えてるね。わかる。もうこれわかりましたね。見えてる見えてる。にゃー。にゃー。なー。ノロマクラシックの30メルリングじゃー。やばい。すごい。このデカさたるや。ちょっと今ね、あの普通のね、いつもの YouTube を撮ってる画角だと、もう到底このさ、全体像が入らないので、かなり引き気味で今撮っております。うわぁ、かっこいい、やっぱり。で、ダヴィンチの方、ダヴィンチのね、システム手帳はね、まあ、この、こういう風にリフィルがね、入っております。ただね、この付いてるリフィルについては、多分ね、トモイリバーとか何も関係ないね、あの紙だったと思う。なんで、ここら辺はね、ちょっとおまけとしてね、見てほしいんですけれども、ただプロテクターも付いてるね。プロテクターも付いております。で、中身の方ね。やばい。かっこいい。ねえ、30ミリリング。やばー。そしてさ、なんか、久しぶりにね、ロロマさん新品でこう買ったんですけれども、最初やっぱこんなだったんだね。え、だってさ、ちょっと待って、比べてみるよ。全然さ、違くない？この、なんか、わかります？こっちの方がさ、ちょっとテカリが入ってるの。ちなみに、バイブルサイズだとね、こんな感じです。これがね、これがこうなっていくのに、今あんまりさ、そんなテカリ言うても、そうでもないじゃん。なんか結構ね、多分、中とかもそうだけど、あ、でもブルームはまだないか。もうほんとサラッサラな状態ですね。あのシステム手帳はさ、結構その、まあ、今の時期は平気かもしれないんですけれども、冬場とかね、あのブルームって白いのがね、ここバーってついてたりとかするんで、でもそれはね、悪いもんじゃないですよ。普通にレザーケアとか、あと空拭きとかバーってやっていただければ、全然大丈夫だと思いますので。うわー、これちょっと待って、最初さ、挟む前に一回レザーケアっていうか、一回やってしまうか。一回やってしまおう。まあ本当はね、なんか毎日使うものであれば、別に対してね、そのケアクリームを塗ったりとかって、本来そこまで重要っていうか必要じゃないんですよ。手の油、人間のね、この毎日触ってるこの手の油で、もうだんだんね、この中に染み込んでるオイルがこう溶けて出てくるので、で、ツヤツヤに、自然につやつやになるので、別に特別ね、毎日使う人はレザーケアとか必要ないんですけれども、私はね、ちょっと、こちらはね、一回、新品で買ったやつ大体最初なんかやるかな。最初、まあ、空拭きとかはするかもしれない。なんで今日もね、それをやっていきたいと思うんですけれども、このね、30ミリリングやばいね。見て。すごいんですが、こうなってくるとさ、ちょっとこれが25ミリのリングですね。25ミリが赤ちゃんじゃん。キャワイイ。これはすごいぞ。で、このね、ロロバさんのね、この、堅牢なこの、作りというかデザインね。もう、もはや魔導書でしょ。まあ皆さん、あの、ロロマクラシックっていうと魔導書みたいなシステム手帳っていう認識があると思うんですけれども、英語サイズの30ミリってなると、本当になんか、本当にその辺のなんか、なんだろう。もうこうさ、開いてさ、ザケルとか言ったらガッシュベルから雷出そうなぐらいのあれですね。こんな重厚感があるシステム手帳になっております。やっぱ20ミリリングと全然違うわ。20ミリリングって言うてもやっぱりね、スマートなんで、わ、こう比べるとほんと違うの。こっちの方が色濃いもんね。これ同じ色ですよ。同じ色だけれども、経年変化で濃く、テリテリなね、あの感じになっております。20ミリリングだとさ、ほんとこんだけスマートやん。で、30ミリになることによって、ここのさ、幅もめちゃくちゃあるし、やっぱ、
ここのこの丸背の部分もさすごいね、全然違うじゃないか。かわいい。けどまあそれ以外のねものはね全然大きさとか同じです。ここら辺がちょっと違うだけでね。いやーたまらんなロロマさんや。で20ミリリングもこのぐらい入れるとかなりもうすでにすげえ重いです。あの一つのカバンぐらいのね重さがあります。でそれを30ミリリングにねこうリフィル入れた時にどうなるかっていうのがねもう今から楽しみなところなんですけれども、昨日も言ったようにもうこれをね、外に行く時にちょっと持ち歩きたいという気持ちはあるんですよ。やっぱりさシステム手帳とかってさあの皆さんもそうだと思うんですけれども、まあ、例えばよ家にさこれ置いといて外出時はさ M5 とか違うサイズの手帳持ってったりとかあと軽くして持ってったりするじゃないですか。 でもさそういう時に限って出先でさうわー家置きのやつの中に資料全部あるとかさあーやっぱ持ってくればよかったとかそういう風になったことありません？私はねめちゃくちゃあるんですよそういうの。だからそっからねやっぱりあのシステム手帳はできるだけこう持ち歩くようにしてはいるんですけれども、ただこれはね多分ね全部入れたらちょっと武器になってしまうだろうね。防災頭巾みたいな、なんかそういうね、もの上、頭の上にこう、やることによって、多分いろんな障害から守ってくれそうなぐらいの硬さと、重厚感があります。ということで、じゃあ今からね、レザーケアですね、していきたいと思います。はい。では始めていきたいと思うんですけれども、先ほども言いました通り、別にね、必要じゃないですよ。こんな最初新品がこう来たからといって、すぐレザーケアしなきゃいけないとか、そういう、決まり的なものは何もなくて、気分的なものですね。私の場合は、こうシステム手帳が来て、なんだろう、こういうね、ヌメ革以外のシステム手帳の場合は、一回ね、このブリオとか、あとアッシュフォードのこのケアクリームとか、いろいろちょっと使うことが多いです。なんだろう、自分のうちっていうか自分に馴染ませるみたいな感じで、それでケアすることが多いですね。まあ、レザーケアについては、もう詳しい動画とかはね、星の数ほど多分出てくると思うので、そちら、ちゃんとね、プロの方のやつを参考にしてくださいね。私は、ほぼ超大雑把なので、ほぼ我流というか、一回ね、アシュフォードの向井さんが名古屋でレザーケアのイベントやった時に、その時に教えていただいたんですけれども、だもっとね、ほんとはね、ちゃんと丁寧にやんなきゃいけないのよ。今こうやってさ、ポッケもさ、ビュービュービューってやっちゃってるけど、ほんとちゃんとポッケもこうやって、あとなんか、自分のさ、手にさ、クリームつくのやな人とかは、手袋的な ?100 均で売ってるじゃないですか、手袋。あの布みたいなやつ。それとかやった方がいいかもしれない。人によってはさ、その、今、発売してるケアクリームって、まあ、大体ね、その人間がこうさ、普通にね、素手で触ったところで、そこまでなんか肌荒れとか起こすような成分は入ってないとは思うんですけれども、やっぱ中にはさ、お肌弱い人は、こういうケアクリームとかで手が荒れちゃったりとかもね、そういう場合も、なきにしもあらずなんで、自分はちょっとなんか手がか、弱いなっていう、自覚のある人は、ちょっと手袋とかね、してやった方がいいかもしれないです。わかります？この色が違ってるの。ねえ、なんか、だからこういうのがさ、好きだから私はね、絶対にもう新品のやつ、レザーケアするんですよ。あと今、ね、これストッキングですね。向井さん流です。向井さん曰く、こうやってね、空拭きするときとか、このストッキングがちょうどいいっていうね。なので、いつもレザーケアのイベントとかで、絶対ストッキングっていうか、パンストみたいなの持ち歩いてるんですけれども、私も、いにしえのさ、時代にさ、ストッキング履いて、会社とかね、行ってた時代があるのよ、私だって。なんで、いにしえの時代に、いろいろね、買ったストッキングが、まだ新品のやつがね、まだめちゃくちゃあるのよ。黒も肌色もそうだけど。すっごいあるので、それはね、もう、すべてレザーケアグッズに回っております。見て。ね、全然違うでしょ、これとこれ。ということで、このままね、引き続きやっていきたいなと思います。いやー、30ミリやばいわ。なんでさ、いろいろさ、私、こう、英語最近めちゃくちゃ目覚めてるじゃないですか。なんで、でもね、コメント見たら、やっぱり英語気になってますとか、
あ、すげえつけちゃったクリーム。英語気になってますとか、使いたいんですよねとか、そういうのコメントも結構いただいていて、なんでね、もし皆さん、なんか動画見てるうちに英語が欲しくなって、これ買いましたみたいなのあったら、今少し置いてしまったからクリームの跡がついてしまった。なんてこった。なんで動画ね、見て、英語に興味を持っていただいて、ついにポチしてしまいましたっていう人はね、ぜひぜひコメント欄でお知らせください。そしたらさ、一緒に始められるじゃん。私もね、英語はね、ほんとマジで、4、5年前に使ったきり一回も使ってないんですよ、英語って。あ、でもその前に一度だけ英語ブームあったかな。なんかマークスの英語サイズとか、HB×W 英語サイズが出た時って結構ね、売り場の方も可愛い英語サイズのバインダーとかもいっぱい売ってたんですよ。その時に一回だけ英語目覚めたような気がするんですけども、でもそれ考えても多分トータルで半年も使ってないんですね、私。なんで、もう英語サイズはね、今となっては一番こう馴染みのないサイズっていうか、自分が一番使ってきていないサイズになっているので、なんで皆さんね、英語に興味あるっていう人ね、一緒にこのタイミングで始めてみましょう。いやでもやればやるほどっていうか、使えば使うほどね、英語の良さみたいなものにめちゃなんか気づいてきまして、一応なんかこのね、エレンに今英語サイズのリフィル入ってるんですけれども、こうね、血圧記録とかは、この間のバイブルサイズから持ち越して入れております。あ、ここら辺やべ。ちょっと待って。これめっちゃ使ってるでしょ？こういうさ、ガントチャート系のやつとかさ。で、M5 のリフィルはね、これね、読書記録と映画リストをこうやってやってます。英語じゃないとさ、こんなリストをさ、並列こう、縦に並べるなんてことできないじゃん。もうそれも最高だよね。で、こんな感じでね、今朝、インスタグラムの朝のポストですね、にアップしたのはこちらのリフィルなんですけれども、もう書くのが楽しすぎて、なんと15日までね、書いてしまうっていう、あ、で、15日ね、夜にね、YouTube のライブやろうと思います。私ね、この日誕生日なんですけど、友達のね、結婚式があって、ちょっと東京に泊まらなきゃいけないので、なんで、またね、東京に泊まるときは必ずライブやるっていうね、私の中での恒例行事がありますので、なんでその時にね、ちょっといろいろ、このロロマさんもね、持っていきたいと思います。荷物重いけど。まあ、キャリーケースにね、入れていけば、なんてことないんで。だからさ、もうさ、話は変わるけどさ、自分のなんかお誕生日になんか友達のさ、その何、門出を祝福できるってさ、すげえ確率じゃない？すごくない？なんか、ワクワクの二乗みたいなさ、自分も一つ歳を重ねてめっちゃキラキラになるけど、なんか、そういう、なんかもう感動しちゃいますね。で、しかもそのさ、友達もさ、小学校の頃の同級生なんですけれども、もう十何年ぐらい会ってないのか。一回大学の時に会ったきりかな。でも大人ってきっとそんなもんだよね。そんなさ、毎度頻繁に会える人ってさ、仕事してるとね、お互い仕事してると、なかなか予定も何も合わないじゃん。しかもうちはさ、こっちは田舎に引っ込んできてるからさ、余計だよね。なんか久しぶりになんか会う姿がさ、なんかもうさ、結婚式のドレスとかってなんか泣けてくるんだけど。なんか今からちょっと涙の準備が始まっている。やばいよね。皆さんなんか何回ぐらい結婚式とか行ったことありますか？私そんなないんだよね。4回ぐらいしか行ったことなくて。でもそんなもんなのかな？どうなんだろう？よくわからんけど。ただね、マジでね、自分のさ、仲間的な一面のさ、人たちはさ、誰一人としてさ、そういう結婚してなくて。なんでね、なんかもうほんと、ワクワクしちゃうわ、結婚式って。まあ、そういうね、話はさておき、まあ、とりあえず YouTube のライブを15日にやりますのでよろしくお願いします。なんかリングについちゃった。よいしょ。まあ、今こうやってさ、私、大雑把にさ、こうやってキュッキュッキュッキュやっちゃってるけど、本当はちゃんとなんか少量から始めて、こう、くる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 みたいな感じで丁寧にね、やってた方が本当はいいんですよ。ただ、こういうクリームね、やるときマジでさ、気をつけてほしいのは、クリーム置いて、そのままにして、クリームここにポンって置くじゃん。で、ここから始めようみたいな感じでこうやってさ、やっていくと、ここにね、置いてあるクリームが染み込みすぎて、絶対後になるので、そこら辺は気をつけてください。もうクリーム、こうやったら伸ばす、みたいな。
あとこの伸ばし方はね、ほんと、その手のこのプロの方からしたらさ、もうちょっと丁寧にやれって言われると思うんですけれども。もう私はね、普通にいつもこんな感じでやっております。で、あとあれだって、その向井さんが言ってたけど、やっぱラナパ結構なんか上級者向けのなんか、やつって言ってたの。この間、趣味文の清水さんと、アシュフォードの向井さんと、コード版の、ライブやってたんですよ。趣味文アカウントか何かで。で、やってたんですけど、その中でレザーケアの話になって、その中でも、ま、いろいろね、クリームとかそういう、あの、ラナパ的なさ、あの、硬いやつとかいろいろ、ま、いろいろあるけど、ラナパはね、上級者向けって言ってた。で、なんで上級者向けかっていうと、あれさ、めちゃくちゃ伸び、るけど、油分やばいじゃん。あの、やっぱ素人だと多く取りすぎちゃうんだって。あれ本当にちょっとやって、こう伸ばす分にはあれな、大丈夫なんだけれども、結構ね、私もそうなんですよ。私も最初ラナパー買った時、あの、これちゃんとコーティングできてんのかなと思って、コーティングっていうか、もうちゃんとなんか濡れてんのかなと思って、結構な量つけちゃったのよ。でさ、そしたらさ、なんだろう、まあ、別にそこまで、あの、皮がさ、傷むとか、そんなことは全然なかったんですけれども、全然ないんだけれども、多分、そういうちゃんと、レザーケアを勉強してる人からしたら、確実に塗りすぎなぐらい塗りたくってて、なんでそういうこともあるので、なんか、ラナパーは、つけすぎ注意みたいなことをおっしゃってたと思います。多分、趣味文のインスタグラムのアカウントを見ていただければ、そのコードバの時のライブまだ残ってると思うから、あの、いろいろ、その中でね、清水さんと向井さんが喋ってた内容まだ聞けると思う。うわぁ、綺麗になったね。お前は美しいの。見て、こう、今、この時点で、こっちがちょっと曇ってるの分かります？曇ってて、こっちがなんか磨かれて綺麗になったの。なんで、これね、私はこれが、こうなっていくのが好きなので、いつもね、ケアしちゃうんで、ケアっていうか、まあ最初にね、お家にやってきてウェルカムっていうことでね、いつもこういうことやっております。だいたいね、私はこのブリオのクリーム使うことが多いかな。あの革靴とかさ、そういう詳しい人とかはさ、あのいろんなレザーケアのクリームとかね、あのそのシーンによって用途によって使い分けられると思うんですけれども、私は大概もうこのブリオでやっております。アシュフォードのシステム手帳に関してはアシュフォードのレザーケアのクリームがあるので、それを使っているんですけれども、その他のものに関しては、このブリオかな。これね。このコロンブスのブリオっていうクリームを使っております。なんか後になっちゃった。まあこれもね、まあレザーケアとかさ、失敗もすると思うよ。多分、一度ぐらいやらかした人の方が多いんじゃないの。私のあのヌメ側のさ、イルビゾンテみたいに。いやーマジでね、ヌメ川のイルビゾンテはね、ほんと何回も話してるけど、ヌメ川っていうことを、ヌメ川のその、なんていうんだ、特性みたいな。そういうクリームとかさ、あんまりこう、ペチャってやるとさ、その後になっちゃうっていうことを全然知らなくて、で、その時さ、ほんとはね、すぐヌメ川でも、すぐこうやってクリーム伸ばせば、どうにでもなったんだけれども、その時、あ、やばい、後になっちゃったっていうことでパニクっちゃって、結構そのまま置いちゃったんだよね、多分。もう詳しいことは忘れてしまったけれども、なんで今でもイルビゾンテのシステム手帳ミニ6サイズはね、そのまま眠っております。よいしょ。よいしょ、オッケー。よいしょ。まあ、ここら辺のさ、クリームとかそういうのは、ロフトとかね、ハンズとかでも売ってるし、革靴、ってか靴の革系のクリームはね、いっぱい売ってると思う。あとネットとかでも見ればね、いろいろ売ってます。ネットとか見るとね、いろいろレビューでさ、みんなうんたらかんたらって言うやん。私は、これはなんか、あの、オーセン使ってる時に、オーセンのなんかツヤすごい出したいんですけどって相談した時に、向井さんがブリオ A で、みたいなことで教えてくれて、それでブリオ買ったんですよね。そっからは結構ブリオ信者かな。他のやつ買ってないわ。まあいろいろね、なんかそこら辺も試してみると面白いところではあると思うんですけれども、
普通にそのクリームにさ、いろいろいっぱい買ってさ、クリームにお金かけるんだったらさ、手帳買いたいので。それにさ、自分革靴とか履かないからさ、クリームをさ、やたらめったら買っても使い道があんまないのよね。なんでそういうこともあるので、私は、このブリオのクリームとアシュフォードのクリームしか持っておりません。なんかレザーケアしながらだからさ、全然なんか声がさ、聞き取りづらかったらすまんの？すまんけどちょっと喋らせてくれや。よいしょ。でも結構使ったな。このクリームもさ、パンパンに入ってたんですけど、今結構減ってきたわ。ダビンズ。ダヴィンチ。あ、そうそう、コメントでさ、昨日ね、ダヴィンチ、田舎あるあるで、ダヴィンチは置いてあるっていうね、田舎あるあるをこう配信っていうか、その動画の中で喋ったら、もう確かにみたいなね、コメントも結構いただいて、まあ、こんなさ、私が住んでるとこ、クソど田舎なんで、本来であればさ、そういうシステム手帳のリフィル自体、売ってないようなね、辺境の地なんですけれども、それでもダヴィンチはあるって素晴らしいよね。なんかその辺のさ、販路どうなってんだろう？どうやって獲得してるんだろう？だってさ、普通にだって下ろしてもさ、動かないじゃん、なかなか。だからもうすごいよね。だいたい皆さんね、田舎に住んでる人たちも、だいたいこう、ダヴィンチのリフィルはね、見たことあるよっていう人、いっぱいいると思う。今このダヴィンチのこのロゴの中にクリームが入り込んじゃったんで、これでいらねえクリームを取っております。ちょっと濃く塗りすぎたからまあいろいろね試してみてください。もうレザーケアのね、そのレザーケア手帳とかでね、検索ワードで調べると、もういろんな人がいろんなこと言ってるから、まあ自分がこれだと思うものを実践してみてください。よいしょ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 。まあ、ケアするのも楽しいよね。私は大体そのスタメンの手帳、いつメインに戻ってもおかしくないようなスタメンの手帳は全部自分の部屋の本棚に入れてあるんですけれども、それをさ、例えば映画見てる時とかさ、あとなんか、普通にね、コメディ的なね、番組見てる時とか、手持ち無沙汰じゃん。別にそんな真剣にさ、そういうコメディ映画とかだったらさ、そんな真剣にこう、記録取らなくてもいいから、そういう時にレザーケアしながら映画見たりっていうことをよくしております。まあ今の季節平気かもしれない。あ、でも梅雨のね、時期はね、ちょっと箱に入れてるやつがあったら気をつけてくださいね。結構その湿気でね、マジで変わって傷んじゃったりとか、あとたまにはさ、ちゃんと空気にさらしてあげないと、本とかもそうだよね。干してあげないとさ、なんか、ページ、紙がすごいダメになっちゃったりとかするけど、皮もこう生きてるんでね、そこら辺はたまに出してあげたりとかしてください。ずっと箱に入れっぱだと、ほんとね、マジでね、箱に入れっぱですごい綺麗な状態を保っていても、リングが錆びてきたりとか、あとなんていうの、それこそさ、スナップボタンのタイプのやつとかはさ、そのスナップボタンの中、このパッチンって止めるこの、台座のこの中とかがさ、青サビとかさ、なんかそんなのが発生してきちゃったりとかするので、なんでね、そこら辺、まあ保管系の手帳が多い人は気をつけてください。私は大体ね、もうスタメン以外のやつはバインダーとして使っているので、まあそんなね、別に、錆びたらちょっとショックかもしれないけど、まあリングのね、ここら辺が外れようが何しようが別にいいと思ってバインダーにしてるんですけれども、まあ、自分のね、大事な手帳を今使ってないけど、これは大事や、みたいな手帳があるんだったら、それはたまに出して、ちゃんとケアしてあげてください。いやー、やっと中が終わるわ。まあ、結構ね、この空拭きとかも、多分、ずーっとね、やってると、結構もっとね、もっとツヤが出てくると思います。それこそ、アシュフォードのレクタングルとか、レクタングルオルターとかは、あれマジで、空拭きするとね、超ツヤツヤになるよ。最初はさ、やっぱりこういう風に、
なんだろう、ちょっとなんか白っぽいっていうか、そこまでね、ツヤツヤではない皮なんですけれども、あれほんとポッケとか入れといたりすると、ルガートとかもそうだけどね、ポッケに入れてるだけで、もうツヤツヤリンコになります。そこら辺が面白いよね、本革って。よいしょよいしょ。いやー、綺麗になったんではないの？ということで、こんな感じでね、このちょっとさ、輝きが増したのわかるかな？じゃあ、この動画で伝わるといいけどね。ちょっと、表は、ちょっと後にして、こっちからやっちゃおうか。いやー、でもそれにしてもさ、今、なんでさ、こんな、なんていうの？いつもより時間かかってんだろうと思ったんだけどさ、英語サイズだからだね。全然終わんないんだけど、いつもだったらバイブル一冊ぐらいは終わってそうなさ、あれなのにさ。しかも、この面積やるの怖えな。なんかあまりさ、時間差できちゃうとさ、変になっちゃいそうで怖いので、今ごめん。超雑にやってる。超雑に全体に塗布している。よしよしよし。だいたいなんかこういう布とかもね、レザーケアのそういうセットとか買うとついてくるので、なかったらあれじゃない？何がいいんだろうな？メガネ拭きとかそういうのも代用できるのかな？でも普通タオルみたいなさ、家庭で使ってるようなケバケバのタオルとかはあんまり良くないかも。もうちょっと繊維が細かいものの方がいいかもしれないですね。よし。変なところに入り込んだやつをかき落とし。まあ、ストッキングじゃなくても、こういうなんかブラシとかでね、この皮のね、この目の中にそのクリームをこうやって入れてあげるみたいな感じでやってあげてもいいそうです。レザーケアのイベントマジ復活してくんないかな？多分復活するよね、きっと。もうこの2年ぐらいはさ、そのコロナ云々とかがあって、そのレザーケアとかさ、私がやった時はみんなでやろうみたいな感じだったの、6人ぐらいとかで。だからそういう方が面白いじゃん。普通にさ、レザーケアをやってもらうよりさ、自分でもトライしてみた方が絶対面白いから、そういうイベントほんと復活してほしいわ。けどもう大丈夫だろうね、きっと。今年かなりイベント増えてますもんね。いやー、またいろんなとこに行きたいですね。よし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 。そう、今日久しぶりにね、晴れて、バイクに乗れました。マジ久しぶり、1ヶ月ぶりかもしれない。なんか先月ね、4月中旬、1回休みの日に、お使いでちょっと乗ったぐらいで、その後なんかイベントがあって、で、その後すぐゴールデンウィークじゃん？で、ゴールデンウィークだとさ、もうこの辺はね、マジで、観光地的にね、すごい車が超通るんで、なんで、めっちゃ渋滞するのよ。その時にさ、バイクとかさ、わしはちょっと初心者なので、そんな低速をずっと続けるとか、なんか嫌だから。しかも、変な運転する人とかもいるじゃん、そういうゴールデンウィークって。いろんなところからいろんな人来るから。だからそういうのがあるから、ゴールデンウィーク一切運転しなくて、ゴールデンウィーク終わったら運転しようと思ったら、乗ろうと思ったら雨じゃん、ずっと。梅雨かよっていうね。で、久しぶりに晴れて、今日乗ることができました。だからめっちゃ楽しかったわ。めっちゃ楽しかったけどさ、もう久しぶりになんか、帰りはね、旧道を通ってきたんですよ。旧道通ってきたんだけど、旧道ってさ、まあ、こう、普通の国道ね、国道、広い国道の道を走る分にはさ、スピードに乗ればいいから、その流れにさ、乗ればいいから、全然そっちの方が楽なんですけど、久しぶりということもあって、ちょっとギアのね、ギアガシャコガシャコできるような道走りてえなと思って、旧道通ってきたんだけどさ、いやー、まあ、路中の多さね。路中の多さとその車の陰からの飛び出しね。今日人が二人、猫が一匹ありましたね、飛び出しまあ言うてもさ、私もなんかその急路とかだと全然スピード出さないから、後ろから車が来たらさ、道移っちゃうし、全然なんかスピード出さないから、そんななんか、わーみたいな、超危険だったみたいなことは一切ないんですけれども、でも驚くよね。猫さんとかさ、いや、来んなよ来んなよって思ってると来るじゃん。なんでそのタイミングで飛び出してきたっていうね。なんで、旧道は旧道なりにね、まあそういうガシャコガシャコギアのね、なんかチェンジとかやれるのは面白いっちゃ面白いんですけれども、なんかそういうなんか危険因子、なんか危険予測の運転のシミュレーターを思い出しますね。
そう、来年はね、ちょっと大型取りたいんだよな。大型に乗りたいとかそういう願望ないんだけれど、大型のバイクに乗ってみたいっていうね、その教習所で。もうほんと練習するところがね、車とかだったらさ、まあ、なんていうの、そんなスピード出したりとか無茶な運転しない限り、別にそんな大怪我しないけど、バイクだとね、ちょっと練習場欲しいよね。バイクだと普通に教習所を卒業してすぐじゃあ公道行っていいよみたいな感じなんで、そう、バイクだと公道演習がないのでね、そこら辺はちょっと、何、怖いっていうか、そういうところありますよね。やっぱバイク一緒に乗ってくれる人とかがいないと、なかなか一人でね、教習所卒業しました、言うて、普通に公道行くって結構緊張すると思うよ。それこそすごい車の通りの多いさ、あと大きい交差点とかさ、あとなんか坂道とかね、なんか坂道で止まってまた発進しなきゃいけないとか、そういうね、いろいろ、ディンジャーなことがあったりとかするので、まあ、バイクはね、一緒に乗ってくれる人がいると良いと思いますが、これ何？今やってしまったの？私が？なんかついた。これなんだ？もともとだな。なんかあれだな。くぼみだな。ちょっとなんか、ここら辺にあるの分かりますでしょうか。もともとなんかくぼみみたいなやつに私がクリームを入れてしまったらしい。まあ、ただ、私はですね、手帳は傷ついてなんぼっていうか、本当にバッグの中にポンって入れるときも、なんも袋に入れんと、そのままバーンってぶっこんじゃうんで、私は傷とかは全然気にしないです。むしろ傷植えるかもですね。中にはさ、その革の手帳を傷つけたくないから、外に持ち出すときは、袋に入れたりっていう人もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、私はもう全然そこら辺は気にしないです。やっぱローマってかっこいいよね。めっちゃかっこいいって。なんか各メーカー、フラッグシップのモデルとかあるじゃないですか。ノックスだったら、オーセンとかピアス。あと、アシュフォードだったら、今ヘリテージ。とかいろいろね、ダヴィンチあったらローマみたいな感じで、そのフラッグシップのモデル、代表するモデルみたいなのがあると思うんですけれども、やっぱその代表モデルってさ、やっぱいいよね。かっこいいもん。ブレーリオだったら何？コード版の手帳かな？コード版もいいよね。だからコード版だとさ、ちょっとさ、お値段がさ、結構、高くなってくるから、けど、またさっきの話に戻っちゃうけど、そのコード版気になってる人はね、マジでその趣味分のね、清水さんとアシフォードの向井さんが行ってたコード版ライブ。あれ見るとね、確実に欲しくなっちゃうと思う。ツヤが違うもん、全然。コード版のベルトとかもさ、ツヤツヤじゃん？あれたまらないよね。で、しかもコード版だとね、普通の革に比べて多分強度もすごいんで、確かベルトとかだと強度2倍みたいなこと聞いたことあります。コード版って馬のお尻の革ね。もうね、お馬さん感謝。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いやー、これもかなりツヤツヤになってきたんじゃないでしょうか。本当はもっと、くしゃ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 ってやるところなんですけれども、今喋りながらやってて、うるさいかなと思って控えめにやってます。まあ言うてね、言うてこうやってずっとシャ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 やってるから、うっさいっちゃうっさいね。なんで今日はこの後にちょっとシステム手帳ね、中身をね入れ替えてみたいなと思います。だ30ミリってまあ相当入るよね。だまあ今バイブルサイズの中に入ってるコンパクトサイズのフランクリンプランナーとかも端っこをちょっとだけね、ちょっとだけ切ればこの中に入れることができるので、いやシステム手帳この A5 サイズっていうのはマジで万能説ですね。本当にこのタイミングでなんか使うきっかけを与えてくれた神に感謝だわ。いやだからそもそもやっぱりさ、先月さ、三宮の長沢に行って、エレンの英語を買った時点で、こうなることが決まっていたのかもしれない。私はなんかそういう運命論を信じるから。偶然。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いやー、かわいいねー。ああ。これね、レザーケアね、A5 サイズのちょっとこのぐらいのね、大きさのやつをケアすると、かなり右腕が疲れますね。とまあこんな感じでね、今、綺麗綺麗になりました。多分最初と比べると、ちょっとこのね、光が当たった時の、光の出方、このツヤ加減がちょっと変わったなと思います。あ、見て、
わかるでしょ、この、こっちのさ、今レザーケアするの忘れてた、このベルト。レザーケアしてないこのベルトの方が色薄いのわかりますか？ちょっとこっちやるの忘れてたわ。あるあるだよね。ベルト忘れるっていう。よいしょよいしょよいしょ。で、ベルトとかさ、そういう、毎回毎回さ、引っ張り出すと摩擦起きるじゃん。なんで、多分、経年変化、一番ね、最初に出てくるの、このベルトの部分だと思う。ベルトの部分から、すごいなんか、ツヤピカに、こうなっていくんじゃないかな。よし。いやー、綺麗になりましたね。よいしょ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 。かわいいよ。やっぱ、ロロマさんって、ええなぁ。よいしょよいしょ。そう、ロロマさんはね、前も言ったと思うんですけれども、誰がやっても綺麗な経年変化します。違う皮だとね、結構その個人差が出るっていうか、やっぱその人の使い方とか、あとその人がいつも机のどこに置いてるとか、なんか日がどんぐらい当たるとか、そういうので、皮って全然結構違ってきちゃうんですけど、特になんか私はね、今まで見た中で、やっぱミネルバボックスに関しては、もう一人一人全然なんか違う、その、皮のね、その焼け焦げ方みたいなさ、そういう違うと思うんですけれども、ロロマさんはね、もう誰がやっても、すごいツヤツヤ、店頭にあるようなね、ツヤツヤのロロマさんに仕上がるので、これはいいよね。で、割に経年変化も早い方じゃないのかな。どうなんだろう。結構もう普通に何ヶ月か使ってるだけで、ツヤはすごい出てきます。で、やっぱこのね、デザインね、この堅牢性の、重視、レベルマックスな。ってやっぱ30ミリやべえな。ちょっとこの後、セットアップとかして、またね、いろいろ動画撮ったりとか、あとインスタグラムとかにアップしたいと思います。とりあえず今日夜のインスタグラムにはね、ちょっとこの子は載せられないので、まあ、届きましたみたいなね、報告だけね、インスタグラムには載せとこうかな。ということで本日ね、こう、開いて、開封して、レザーケアした動画になりました。で、また、セットアップして、その後にね、こういうの挟みましたっていうのをまた動画にしたいなと思います。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。ではまた明日。バイチャー。